ご来場の皆様に、飯田正樹コミュニティ防護ミーカー黒沢選手引退セレモニーを開始する前に、飯田正樹さんの経歴をご紹介させていただきます。1985年9月15日生まれ、茨城県出身。飯田正樹さんは流通経済大時代の2006年に東京ヴェルディに特別指定選手として J リーグデビューをし、2008年から2010年8月まで東京ヴェルディでプレー。2010年8月から松本山雅チームに加入し、 J2 昇格、2度の J1 昇格に大きく貢献。2020年には FC マリアス岡崎、2021年に長崎でプレーし、2022年7月31日に現役引退を発表されました。そして2022年からは松本山雅 FC コミュニティボートミューターに就任し、再びこの地域の皆さんと共に歩んでいくこととなりました。これよりはコミュニティボートミューターを CB2 とお呼びいたします。それでは、ただいまより飯田正樹 CB2 プロサッカー選手引退セレモニーを執り行います。はじめに飯田 CB2 のプロサッカー選手としての活躍を振り返る映像をご覧ください。お疲れ様でした。
まあ、新潟側は、まあ、僕よりも長く、チームに在籍して、本当に、まあ、例えば、まあ、なんとか、まあ、急成長に大きく貢献してくれたというふうに思っています。いろんな意味で勉強をして、そして、大きな人間になっていただければなというふうに思っております。まあ、何かそんなことがありましたら、連絡していただければと思いますし、まあ、長い人生ですので、いいサッカー人生を歩んでいただきたいなと思うと同時に、まあ、その時のこれからは、少しの協力に頑張っていただければなと思います。ではここで新潟関新実がピッチに登場いたします。ご来場の皆様、盛大な拍手でお迎えください。それでは新潟関新実に続き、ご来場の皆様へ引退のご挨拶をさせていただきます。こんにちは。すみません、雨なんで大丈夫ですか？なくなっちゃった。まず、このような引退セレモニーを、してくださった会社の方、そして試合のサッカーを始めたら、ずっと、応援
くださった、両親、本当に感謝しています。結婚した後、僕を育ててくれた、奥さん、そして奥さんの両親も本当にいろいろ助けてもらって、ここまでサッカーを続けることができました。ありがとうございました。で、そうですね、本当にサッカーを始めてこれまで僕は人に恵まれていくと思いますし、皆さんに成長させていただきました。まあ残念ながらサッカーをやめることにはなりますけど、本当にいいサッカー人生だと今は思います。何を話そうかなと思ってすげえ話題なんですけど、ちょっと1週間ぐらい僕の横にずっとうるさい、ね、片山さんっていう方がいて全然考えられなかったんですよね。なので何喋ろうか今考えながら話してるんですが、今皆さん雨に濡れてると思います。 J3 です。本当に悲しいですか？僕は JFL に会った時の方が悲しかったし、もっと頑張らなきゃって本気で思いました。今は恵まれてます。絶対にそう。もしも一緒に戦っていただける方が一人でもいるんだったら、松本山また J1 に行けます。だから一人一人の力は少ないかもしれないですけど、僕がそれを大きな声で変えます。だから皆さんの少しかもしれない、大きいかもしれない力を僕に貸してください。絶対に僕は松本山を全国区にします。それはマッサンと約束しました。僕がサッカーをやってもそれは変わりません。実は、まあ、ちょっとまた話が長くなるんですが、何年前ですかね、8年前ぐらいですか、僕がもしも引退するのにここでやれるんだとしたら一番見たい景色っていうのを僕はもうその時に決めていました。だから、謎のさ、後で返したいんで、僕が退場するまで、映像として残しておいてください。お願いします。あ、すいません、ふわっとしましたけど、そうですね、松本山がいろんなところで言ってますが、会社のものでは僕はないと思います。トップチームのものでもないです。残念ながら地域の方のものでも僕はないと思います。ただ今まで思い返してください。皆さんが松本山だっていうチームがこの地域にあるんだぞっていうのを自慢したくて応援してるって方いないですか？松本が好きだから応援してるっていう方いないですか？山形じゃなくても松本が好きっていう気持ちを持ってくれる選手離れても好きじゃないですか？皆さんにもそういう気持ちを持って僕と一緒に戦ってほしいです。ぜひまた一緒に戦ってもらって、今日も負けましたけど今年優勝してとりあえず全員上がりましょう。引退戦も1本ぐらいですけど、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、新潟市立のご家族より花束が贈られます。Thank you.
ご家族のお母様、ありがとうございました。リーダーシップ14年間の選手生活、お疲れ様でした。この後は新潟朝日新シリーズがスタジアムを一周いたします。挨拶の時、前方へのお席の移動や声援はお願いください。拍手を受けいただく場合はご自身のお席にてお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。